はい、秋葉原です。いつもね、こちらのチャンネルの方をご視聴いただきありがとうございます。今日ですね、サムネイルであるとかタイトルでね、まあ、書いてある通りなんですけど、私秋葉原ですね、この度、M2 のね、MacBook Air の方を導入いたしました。まあ、実は私秋葉原ですね、今回 Mac を購入するのがですね、まあ、3回目になるんですよ。で、まあ、過去2回もですね、まあ、そんなに遠い昔の話じゃなくてですね、まあまあ近い段階でですね、まあ、MacBook Air を購入したりであるとか、あとは iMac のね、2016、こちらの方を購入してね、2年ほど使ってたり、とかしたんですよ。まあ、それなんですけど、やっぱりですね、まあ、Windows の方が慣れているっていうのも正直あってですね、結局その Mac を使った後は、Windows にね、戻ってしまうというようなことをね、続けてまいりました。で、なんですが、まあ、今回ですね、一応3代目ということですね、まあ、今回、M2 MacBook Air の方を導入したんですけど、まあ、なんでですね、その Windows に慣れている私、秋茜がですね、この Mac の方を購入することになったのか、であるとかですね。まあ、この Mac ですね、M2 買ってからですね、まあ、一月ちょっと、使ってるわけなんですけど、実際にね、使ってみて、またね、前みたいに即売却するであるとか、やっぱりまた Windows の方がいいなっていうふうに思ってるのかとかですね、そのあたりをね、少しお話ししてですね、今 Windows を使っていて、Mac をね、購入を検討されている方とかのね、検討材料にしていただければいいんじゃないかなっていうふうに思っております。では行ってみましょう。はい、じゃあ早速ですね、今回導入したですね、こちらの、M2 MacBook Air ですね、スペックの方をご紹介していこうかなというふうに思います。今回購入したのはですね、M2 MacBook Air の、8コア CPU の、10コア GPU で、メモリーがですね、24GB積んでいてですね、SSD の方が 1TB のモデルになっております。私の場合ですね、まあ、今回こだわったポイントとしてはですね、まあ、やっぱりそのメモリーをまあ 24GB 積んだというポイント、まあ、16でもね全然足りるというふうには思うんですが、まあ、私ですね、普段から撮影に使っているのがですね、 6K の B ローで撮影することがまあ非常に多いんですね。なんでその辺を考えていくと、まあメモリー不足とかにね、落ちる可能性っていうのをやっぱりね、ちょっと考えてしまって、で、結局 Mac って後からメモリーのね、増設とかできないじゃないですか。で、まあ Windows だとね、増設って言ってメモリー交換したりすることもできるんですけど、やっぱりそれができないっていうことを考えるとね、後から後悔したくないなっていうところもあって、今回ですね、メモリーの方は一応 24GB、山盛りでね、積んだというような状態です。で、まあ、B ローをですね、まあ、編集していくと、まあ、1本あたりですね、まあ、長くても、1テラまではいかないんですね。ただ、結構ですね、長い動画を撮ったりすると、普通に300とか500とかいっちゃうんで、まあ、1テラはね、微妙なラインではあったんですが、まあ、うまいことね、運用の方していけば、1テラでも回せないこともないかなっていうことでね、今回はその1テラバイトっていうところに抑えてですね、今回のスペックの方を選定した次第です。はい、じゃあですね、今回ですね、この MacBook Air をですね、まあ導入した理由っていうところをね、お話ししようかなというふうに思います。やっぱり一番の理由としてはですね、この自宅以外の場所でね、動画編集をする機会が増えてきたからっていうのがね、一番の理由なんじゃないかなというふうに思います。それまでもですね、今回ですね、その MacBook Air をですね、導入する前もですね、まあ私普段から使ってる、こういうね、HP とかのね、Windows が動くノートブック、こういったものを使ってですね、まあ外で、まあ作業をしたりっていうか、そういうこともあったんですけど、いかんせんですね、この Windows PC だと、まあ 6K の動画とかはですね、重くてですね、とてもじゃないけど編集が難しいっていうのが正直なところなんですね。まあできないことはないんですが、結構もっさりとしちゃったりとか、ちょっとですね、エフェクトかけたりすると、もうすぐに止まっちゃってね、動かなくなっちゃうとかね、そういったことが起きたりとかするんで、なかなかですね、この Windows PC を使ってですね、まあ、フルに動画編集をするっていうことが、まあ、正直難しい状況でした。
で、そういった時にですね、まあ仕事上でもですね、まあ会社で、動画を編集しなきゃいけないとかね、そういった機会も増えてきているんで、まあそれであればですね、まあ自宅でも使えて、なおかつね、外でも使える、PC を買おうということを考えた時に、まあ Windows PC だとね、なかなか正直難しいのがね、現状だというふうに思います。こういうね、動画の編集とかをしようとするとですね、まあ Windows でいうと要はゲーミング PC みたいなね、グラフィックボードを積んだような、そういったね、PC を使わなければちょっと厳しいなっていうふうに思うんですが、そうなってくるとですね、まあ PC そのものの価格が高いであるとか、重いであるとか、厚いであるとか、結構ですね、ネガティブな要素って非常に多いんですね。で、そういった時にね、考えていくと、M1 であるとか、M2 のね、MacBook Air がね、すこぶるですね、評判がいいんですよ。まあ、コストパフォーマンスの面を考えていくとですね、やっぱり Mac を購入した方がいいんじゃないかっていうところもあってですね、今回、MacBook Air の方を導入することに決めました。で、導入した結果なんですけど、もう先にお話してしまうとですね、まあ結果的に私、今回導入してよかったなっていうふうに思っております。まあこういうね、MacBook Air、もう発売してね、6ヶ月ぐらい経つんでね、まあいろんな YouTuber さんがですね、まあレビューの方をしてるというふうに思うんですけど、まあ私みたいにですね、その 6K のね、Blackmagic Raw をね、編集するみたいな、そういうね、バカな編集者ってなかなかいなくてですね、まあそれをね、MacBook Air でやった場合にどうなるかっていうレビューとかはね、一切出てなかったんですね。で実際に、ね、私がまあその 6K のね、ブラックマジックローを使って編集したところ、非常にですねサクサク編集することができました。これは非常にね、大きいポイントだったんじゃないかなというふうに思います。まあ、4K のね、60p がね、編集できるとかいうのはね、よくあったんですけど、まあ、さらにその上の 6K のね、30p とかですね、まあ、全然サクサク編集できると。まあ、ブラックマジックロー自体がね、まあ、それほど圧縮がかかってないファイル、なんでね、まあ、その分編集は楽は楽かもしれないんですけど、まあ、それでもですね、まあ、6K っていうファイルサイズがあるものをね、流していった時に、全然サクサク動くってことはね、やっぱり非常に大きなメリットだったんじゃないかなっていうふうに、私はね、感じました。はい。で、まあ、今回ですね、まあ、そういう感じで、まあ、成功したわけなんですけど、過去ですね、2回失敗した私がですね、この3回目に至って、なぜ成功したのかっていうところをね、3つのポイントに分けてまとめてみました。で、1つ目のポイントとしては、まあ、今回はですね、私が Mac を使うにあたって、何に使うかっていう理由がですね、明確であった。というポイントがね、今回一番成功した理由なんじゃないかなっていうふうに思います。まあ今までですね、その Mac を導入した理由っていうのは、まあやっぱり PC が古くなってきたからとかですね、なんか Mac 使ったらちょっとかっこいいじゃねとかね、なんかそういった理由でですね、Mac の方を購入してきたんですね。まあ理由がね、そういう理由だとね、あんまりね、Mac を使うね、メリットっていうのは薄いんじゃないかなっていうふうに正直思います。まあ今ですね、その会社とかに勤めるとですね、まあ Mac 使ってる会社ってほぼね、ないんじゃないかなというふうに思うんですよ。まあそういう映像関係であるとかね、そういうデザイン関係であるとか、そういう会社であればですね、まあ Mac 使うのは必然かなっていうふうに思うんですけど、一般的な企業さんであればですね、まあ Windows を使っていて、まあ Excel を使うとかですね、まあそういう使い方をするのがまあごくごく普通じゃないかなというふうに思うんですが、それを考えていくとですね、会社で Windows 使って家で Mac を使うと。まあ自宅でね、その Windows を使って身につけたスキルを会社でも運用するとかね、なんかそういったことができなかったり、その逆もしかりで、会社で覚えたスキルを家でね、うまく活用できなかったりとかね、まあそういったことを考えていくとですね、結局やっぱり Windows を使っておいた方がね、いいんじゃないかなっていうふうに私はね、正直思いました。ただね、今回 Mac を使ってみてね、逆にも思ったんですよ。例えばですね、今回 Office 365っていうのが、まあ、最近あるのをご存知だというふうに思うんですけど、Mac とかでもですね、その Office 365を使って最新のね、Office がですね、Mac の中に普通に入るんですよね。で、私が使ってたですね、その2016年頃の iMac とかの場合はですね、Office 2000〜コア、Mac みたいな感じでね、Mac 専用のね、Office っていうのがですね、まあ、Microsoft から出てたんですね。で、そういったのをインストールしてですね、まあ、使っていたっていう感じだったんですけど、なんかですね、その Mac 版の Office ってね、ちょっと古いんですよ。で、通常ね、Windows 版で使えた機能が使えなかったりとか、なんか若干使い勝手悪いな、とかいうふうに思いながらもですね、まあ普通に、まあ使えてたんで、使ってたんですけど、まあ今回ですね、その、使ってみた時にはですね、
普通に、Office 365に、ログインして、でそこからね、アプリの方をダウンロードしてきて Windows とね同じ最新版のね Office が使えるというところもあったんでね、まあそういったところでね、まあ事務仕事とかであれば Windows とね、同じ感覚で、作業の方はできるようになったんじゃないかな、まあそういったところはね非常に良くなったっていうふうに、私はね感じました。で、二つ目のポイントとしては、この iOS にね、近い操作性になったなっていうふうに感じます。特にですね、まあ私を感じたのは、アプリのね、インストールとか、アインストールの部分ですね、がですね、まあ非常に、iOS に近くなったなっていうふうに感じました。以前のね、Mac はですね、まあインストールとかもなんかちょっと Windows と違って、エグゼ叩くだけとかそういう感じじゃないじゃないですか。エグゼ叩いてからなんかフォルダを移すみたいな。今でもね、正直わかんないぐらいなんですけど、なんかね、作業として、なんでこんなことしなきゃいけないのっていうようなね、ことが Windows と比べるとあったんですね。そういったのがですね、まあ、今回、この最新版のね、MacOS の方を使ってみて、まあ、確かにですね、そういった、なんか映すみたいなところはあったりとかするんですけど、アインストールに関しては、iOS みたいな感じでね、アイコンの方を長押しして、プルプルプルってアイコン震えたらバッテンを押すみたいな、それだけでアインストールできますよ、みたいな。まあそういったところでね、まあ内部使いやすくなったなと。なんで、まあ今アイコンとかね、使われている方であればですね、この MacOS に普通にね、スッと入り込んでいくことができると思うんで、そういった場合はですね、まあ非常に使いやすいんじゃないかなっていうふうに私はね、感じました。で、3つ目のポイントとしてはですね、まあ我慢できる重量 1.24kg と、あと寿命の長いバッテリーっていうところですね。まあ決してですね、この 1.24kg ってね、そんなにね、めちゃめちゃエアーっていうほど軽くはないというふうに思うんですよ。ただまあ私が使ってるこの PC も 1.33kg あるんで、なんでまあそれと比べたらね、若干軽いのかなっていう感じはするんですけど、まあそれ以外のね、Windows のただの PC であればですね、まあ1キロ切ってくるようなマシンも出てきてますが、まあはっきり言ってね、まあそれらと比べちゃいけないというふうには思ってるんですね。まあ実際にですね、こう 4K の動画とかをね、サクサクね、編集できたりとかすることを考えていけば、Windows でいうとこのね、ゲーミング PC とね、比較しなきゃいけないなっていうところもあって、まあそれらと比較すればですね、まあ、だいぶ 500g ぐらいは軽いんじゃないですかね。MacBook Pro とかとね、同じぐらいの重量だというふうに思うんで、まあそれらと比べればね、もう全然軽いんじゃないかなと。この軽さで、で、しかもですね、その、動画編集とか、一日やっててもですね、バッテリーが半分ぐらいしか減らないというね、まあ、この異常なまでのそのバッテリーの持ちの良さ、その辺を考えていくとですね、まあ、これはまあ、Windows にない PC だなっていうふうにね、非常に感じることができた次第です。はい、本日の動画の方、いかがだったでしょうか。私ですね、まあ、こんなにですね、Mac にですね、惚れることになるっていうふうに、ね、思いませんでした。一応ですね、私、ある中小企業のね、システム管理者やってて、Windows であれば、ある程度のことができるんですね。なんで、まあ、Windows のある意味、まあ、プロみたいな、それぐらいのね、勢いでは思ってはいるんですけど、まあ、それがですね、この Mac を使っていて、まあ、この Mac の使いやすさっていうところをね、最近すごく感じることができてですね、Windows にもこういった機能あればいいのにな、とかね、そういう風に感じてしまったりとかね、することもちょこちょこあります。なんでね、そういったことを考えていくと、まあこれからですね、Windows にするか Mac にするかっていうところをね、考えていった場合に、Mac をね、選択するのもね、一つの選択肢なんじゃないかなっていうね、まあ今回改めて感じることができました。まあ私もですね、まあ今後どうするのかっていうところでね、まあ外でもね、その編集作業とかできるというようなポイントも考えていけばですね、今後、Windows のね、寿命が来た時に、Mac に移行していくのもね、やぶさかではないかなっていうふうには思いつつもですね、まあ業務でどうしても Windows も必要なんで、結局ね、二刀流でね、やっていかなきゃいけないなっていうふうに感じております。はい、そのわけでね、こちらのチャンネルでは、私がですね、気になるもの、カメラであるとかですね、オーディオであるとか、まあこういう PC であるとかですね、そういったものをね、皆さんに情報としてご提供するチャンネルです。今日のね、動画面白かったというふうにね、思っていただける方は、高評価ボタンの方をポチッと押していただくのとですね、またね、こういう話聞いてみたいなっていうふうに思っていただける方は、チャンネル登録ボタンの方ね、ポチッと押していただきますと、私の励みになりますので、ぜひぜひお願いしたいと思います。
はい、そんなわけで今日の動画はここまでということで、また次回こちらのチャンネルでお会いいたしましょう。ではさようなら。